また資源回収することによってゴミを減らすことができるので、その資源回収に対して市から補助金が出るんだよと。集めた資源の重さに対して 1kg あたり何円というように決まってるんだよと。へえ、そんな仕組みになってるんだと。ということは、2回目で回収した重さが分かれば、どれくらいの収益があるか予想できるわって言ったわけだ。で、そこで問題。第2回資源回収の結果、資料2のような量の資源が集まりました。全体の収益金はいくらになるでしょうか。その収益金と求め方を答えなさい。なお、1回目、2回目ともに 1kg あたりの単価は同じですと。なるほど。だから、アルミ缶と牛乳パックはお金もらえるけども、新聞紙、段ボールはこっちから払わなきゃいけないわけだ。で、市からの補助金は44万4400円もらえると。実際に資源回収業者払う額は1万700円だったと。全体の収益金は3万3700円だったと。1回目はな。で、2回目は資源回収の結果、新聞紙が3400kg、段ボールが600kg、アルミ缶が 175kg、 牛乳パックが 25kg、 合計 4200kg だったってわけだ。さあ、自然体の収益金を求めてくださいってわけです。はい、なんでこれ1万700円なの？だから、結局差し引きになってくるもんで。キロ差は分かんないけども、差し引きになってくるだろ？ここね。そうそうそう。なるほど。で、ところが補助金が4万4400円出るわけじゃない。だから、あの業者に払う分については赤字っていうか、その払う分が多いんだけど、その分だけ4万4400円だけあの市から補助金が出るわけだよね。どういうわけだか知らんけども、まあ、いくら何キログラムについていくらか知らないけども、でそれで差し引きして3万3700円の収益があったってこと、うん、割と分かりやすいじゃん。これ2倍だもんで、キロ当たり2円とかさ、これキロ当たり3円でしょ。だからそれはそれで簡単に分かるわけだ。なぜかプラスマイナス作って使ってもいいんだけどね。これはもう、だけど、これはその計算してみて30円とかって書いてるね。キロ当たり30円で、これあたりはキロ当たり、これ少ないんだな。牛乳パックの場合は。100円、250円、200円、0.4 円だ。牛乳は250kg で100円だもんで、0.4 円だ。0.4。だからこれもやるんだったら、これでさ、払う金額でマイナスマイナスプラスプラスって言って、それでその人の額がかけた方が分かりやすいだろう。これなんだろうね。収益を出そうってわけだ。6円か6円、そうだ、6円だ。キロ当たり6円出るわけだ。だからそれはもう関係なく出てくるか。そしたら簡単できるな、これ、うん、な、計算だけで。まあやめるか。じゃあ簡単だろう。あと計算だけの問題だ。で、それでプラスマイナスつけてくれるな。6800。
え、新聞は払う方だぞ。マイナスだもんね。600かける。25×0.4 ミリ。